梨の豆が途中で3つぐらい剥けて剥けすぎちょっと大変で、今日はひなとおきちゃんの卒業公演でした。あ、卒業コンサートでした。お疲れ様、ありがとうございます。こんばんは。さやぷな、こんばんは。こんばんは。おきぽの卒セレ、意外と泣いてなかったように見えましたが大人になりましたね。泣いたんやって、私泣いたんですよ、ほんまに。なのにもうおきちゃんがもう終わってからもうずっと泣け、お母さん泣けって言うから、泣いてるんやって、もう泣いてるんやってって思った。ボール飛んできたけど受け取り損ねた、うそん、もう大丈夫な、どこまで届いたんじゃろう、ボール。スラママラン、サヤスダマカン、サヤプナ、疲れたら定義らしいです。サヤプナ、こんばんは。足の豆が痛いよ。写真集買ってありがとうございます、嬉しい。さや、さやんあわ、さやさんがですか、あわ2階まで届けました。お、タワーありがとうございます。広島城タワー、画面が暗く見えるのは私だけ？足が痛い、どうしよう。明るさとか調節できないの。おきちゃんのセレモニーの時、ココアの壮行会のこと想像してしまって、さらに涙が出てもうた。そんな、待って、めっちゃ痛いよ。豆が潰れたんですよ。次はあなたの番です。いや、もうアリちゃんと同じこと言ってますね。テニスよく2回叩いたね。そう、今日はウィンブルドンでテニスをしたんですよ。うん、またもや、あの広島城まで髪型、昨日マイカーでやった髪型をしてもらおうと思ったんですけど、思ったよりもなんかもっと耳みたいになりました。そうそう、こんばんは。テニスしたよ、テニス。そうです、こんばんは。かわいいココアちゃんが撮れた、本当ですか？昼のコンサートは丸く、ちょっと痛いっけ、撮るわ。なんか配信で始まってすぐ撮るよね、私。こんばんは、たらこんばんは。
アッパカバー、じゃん。今日は亀子さん撮ってくださったんですかね。何これ、はい、バッティリーこれしたくてもできない、こんな髪型。これは取りたいってやめて。いやもう針金入ってないよ、おかしいんやって、ほらもう。どういうこと？かわいいです、本当に。これでね、これでコンビニ行こう。いや無理、行けない、出れない、重力無視するやん。ちょっと待って、大丈夫、これでライブ出たわけじゃないですよ。こんな主役潰し、ここにしか目がいかんような、こんな紙で出たわけじゃないですよ。ちゃんと今日おかしいって。こんばんは。そんな虫がいたようなってやめて、逆さまで配信してない。もう全く住所に、あ、重力に逆らっております。今日も可愛いね、え、ほんまに、ほんまにこんなのも似合ってしょ、こんなのっていいね。ねえ、もう別に今だけでけ、うん、こんな髪型になることある？ないです。KLP ではこの髪型しません。なんだこの髪型。いや私も一番思っとる。なんかさ、今日言われたんやけどさ、私のさ笑い声とか笑い方ってさ、もう結構にぎやか、にぎやかですか？自分で自分今ふと思うんやけどさ、キャッ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 みたいな、カッカッカッカ、私の笑い声ってにぎやかですか？わっ、でも待って、だんだんなんかだんだん落ちてきた。うん、耳キーンってなる、ほんまに。そう思います？思う？ねえ、もしこれがなくなったらなんか静かになるんかなとか千代が言っとって、え、このこれがなくなるんかみたいな、どうしようみたいな。これに似た絵文字やめて。はい、ここさやだりマレーシア、さやだりジュパン、ジュプン、さやだりジュプン、あー
ラマ、マラン、こんばんは。お、雨？雨降ってる。雨が降っております。今日さ、もうさ、帰りのタクシー車両乗ってる時に雨降り始めて、え、あの人大丈夫なんかなみたいな思って、まち、あの話しよって地方と、あの人大丈夫なんかなと思って外見て、雨降っとるって言ったら全くおらんくって、ファンの人が、え、みんなどうやって帰ったの、え、みんななんか集団行動でもしたかと思うぐらい誰もおらんやんみたい、てか人がまず歩いてないみたい、びっくりした。雨と涙は自分見つめる時間、何もしなくていいんだよ。あ、元気ギリギリ大丈夫だった。ぼんやり雫をただ眺めて、耳をそば立てなさい。私今日ウィンブルドンやったんですよ。初見です。え、もうどうする、初見でこの髪型で、え、どうする、え、どうする、雫ってそうですよ、雨が上がった瞬間が好きなんだ。空の悲しみ、すべてを絞ったようで、雲の隙間に、ここが歌わりなんです、刺してきた淡い光淡い光、きっとここから僕の未来は始まる。勇気をもらえるとき、雨涙、これなんて略すんですか、雨なみ、雨なみだ、雨なみ、だから君を誘って手すりがまだ濡れてる、この屋上で見せたかった、晴れてゆくプロセス、雨と涙は自分見つめる時間、何にもしなくていいんだよ、ぼんやり雫をただ眺めて、耳をそば立てなさい、道や木々の残像な雨音が、やがて少しずつ小さくなって立ち直るものから、
君と一緒に窓を空気が変わるこの境界線ウィンブルドンも緊張しました。自分の歌声が聞こえ、だんだん下がってきてる。 W みたいになってる。ちょっと待ってー待って。 Let's win。いや、みんなわらわらわらってやめてください。かわいいって、え、ほんまにこれでだんだん下がってきてる。どうしよう。今日はウィンブルドンで、あの、つねりの学生服を着た一つ前の駅で降りてく人、これがあのステージ上から聞こえる音楽と客席の方が聞こえる音楽が違うじゃないですか。こうやって音が出てるけ、こうじゃん、この進む方向がね、音のやけん帰ってこんくて返しっていうんですか、自分の声が歌ってるんか、あ、で出てるんか出てないんか全然聞こえんくて、大丈夫なんかなと思いながら、名前さえも知らない、いやいつも聞こえるんよ、聞こえるんじゃけど、それはマラン、みんなが挨拶してくれるんやけど、カタカナで、カタカナマレー語で、ヤモにしてないですよ。アパカマン。そしたら、でもどうでしたかって言ったら、いい感じのハスキーボイスだったよって。ハスキーボイス。私って何がハスキーボイスなんやろ、なんか。歌ってたら感じます、あ、ここはハスキーボイスだなみたいな。いいか、カスカスだからすぐ分かるね。そんなに、つねりの学生服を着た一つ前の駅で降りてく人、脇に抱えてる、確かに高い声出すと、名前さえも知らない、ウィンブルドン、歌ったんです、ラン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 、いつか手取り足取りテニス教えてね。あー、声カスカスなんですね。何歌ってもなんか笑えてしまう。え、なんで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 
オキポのは最初から見あ最初から見れてはないんやけど、リハーサルはずっと見てましたよ。一番後ろの席で、一番後ろの下手側のステージから見て、下手側の一番後ろの一番端の席に座ってました。で、あステージからこうやって見えるんやと思って、あ結構見えるなと思いながらいろいろ思ったり、最高列でも見えるんやなと、オネストマンとかやってて、なんか瀬戸マイクでやってた曲やってたりしてて、めっちゃなんか懐かしかったです。ハッシュタグ好きなんだ、僕はつぶやくこの胸のつい気持ち、 SNS あげてみた王者の写真、ねね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 、大好きな人とな、うもうみんな変な頭しとんないってみんな言うやん。ゴムも取っちゃうから意味ない。え、ゴム取っても意味ないの？でもどういうこと、これ何意思、髪の毛の意思、何これ、どういうこと。あ、これゴムが髪型はおかしい。誰に何を言われたって気にしない、どうして、だってたった一度きりの人生じゃないか、どれして、え、やばいやばいやばい、え、本当に私の髪、ねえ、もう信じられない、みんな固まれ、面倒さ、髪の毛がヘビの、メデューサ、メデューサ、いや寝癖じゃない、寝癖じゃない、これはどうにもならないですね。みんな石になっちゃいます。それも取りたいお菓子やろ、一旦結んできます。こんばんは、もう撮った、とんでもない髪型だったっけ、今の皆さん内緒ですよ、
どこにもあげちゃいけないですからね。じゃちょっと私もうそろそろ眠たくなってきた。今日昨日さ2時ぐらいまで寝れんくて不安で、朝起きたのが6時だったんですよ。これはこれ誰にも載せちゃダメですよ。今撮った写真はどこにも載せちゃダメですからね。残念ながら後でエゴサする気ね。ではめっちゃ眠たいんよやけん、そう2時に寝て6時に起きたんよ。6時に起きんでもよかったのに、7時半でよかったのに。では私はもう寝たいと思います。寝たいと思います。今からお風呂に入って、今日はチョコレートも差し入れでもらって、チョコレート3段もらって、寝たいと思います。うん、お腹鳴ったかも。聞こえた？また配信するね。また配信するね。寝ます。ドロン。古い。13位ノッシー。12位オレンジフリースの大吉。11位ポジハメさん。10位ふとし。9位バオバブ。8位マキマキ。7位なる、6位ピッチャー、5位スエン、4位ライトニング、3位コニョン、2位ウマちゃん、1位はコーラー。ありがとうございます。タワー2個はもう2個もありがとうございました。では皆さんグッナイン。